コイズストロークミニスイッチ抵抗内蔵型は、スイッチの回路内にチップ抵抗を内蔵している回路の安心・安全性ニーズに適合した配線故障検知可能なシールスイッチです。自動車では、これまで対象物の検知をしていたスイッチが、機能安全と自動駐車や自動運転の普及に伴い、信頼性を求められるようになります。スイッチ内部に抵抗器を実装することで、スイッチのオン・オフに加え、配線の断線・短絡の検知が可能になり、検知スイッチの信頼性が高まります。従来は、スイッチと外部に取り付けられた抵抗器で配線故障検知を行っており、スイッチと抵抗器間の配線故障検知が不可能でした。検知スイッチ内部に抵抗器を実装することで、配線故障検知が可能となり、安全性の向上と、部品点数や実装面積の削減に貢献します。パナソニックでは、取り付け、アクチュエータ、接触形式、端子形状の組み合わせで、豊富なラインナップを取り揃えています。抵抗内蔵型 ASQMR スイッチの特徴をご紹介します。スイッチオフから、スイッチオンになったとき、電圧の出力値が変化して検知できます。抵抗内蔵スイッチは、配線の断線とスイッチオフの違いを検知できます。抵抗内蔵スイッチは、配線の短絡とスイッチオンの違いを検知できます。抵抗内蔵スイッチは、これまでの標準スイッチでは識別できなかった、スイッチオフ、断線、スイッチオン、短絡を識別できるようになり、回路の安心・安全性に貢献します。チップ抵抗内蔵でありながら、小型で軽量を実現し、定格電力 0.5W、70°C のチップ抵抗を使用しているため、自動車メーカーの要求仕様を満足しています。また、スイッチ本体のサイズが同じため、レバータイプであっても実装面積は同じです。当社、ターコイズストロークミニスイッチ ASQM スイッチと取り付け互換性があり、必要に応じて、標準抵抗なしスイッチと抵抗内蔵スイッチの使い分けができます。周動接点とは、可動接点が固定接点上をスライドしながら接触する接点構造のことです。周動接点構造によるロングストローク化で、取り付け位置や押し込み量のばらつきを吸収し、誤操作が発生しにくく、また、動作音がほとんどなく、静音で設計自由度が向上します。固定接点を可動接点が2箇所で挟み込むツイン接点構造と、接触と同時に接点間の被膜を除去する接点クリーニング効果により、振動や悪環境でも高い接触信頼性があります。IP67 の保護構造を取得。レバー構造は挿入固定方式を採用し、レバー復帰力が高く、耐凍結性に優れる悪環境に強いシールスイッチです。自動駐車や自動運転の普及による新しい検知ニーズ、回路の安心・安全性、断線・短絡検知用途に抵抗内蔵スイッチをご検討ください。また、自動車だけでなく産業機器や家電製品の断線が起こりやすい可動・振動を伴う用途や過酷な環境下で安全性を求められる用途へ配線故障の検知が可能なスイッチとしてご検討ください。パナソニックの ASQMR スイッチは、豊富なバリエーションから、回路の安心・安全性、高い信頼性で、皆様の商品開発に貢献してまいります。Your committed enabler, Panasonic Industry.